新たな戦場にようこそ。君が心強い仲間とならんことを。いきなりだけど、ここで傭兵として最低限やっていけるように簡単な訓練を受けてもらいます。普段はベースキャンプの案内をやってる私、テンダビギンがパイロットさんの訓練を担当するね。特別なアクションができるときに表示されるから覚えておいてね。それじゃ次はカメラ操作の訓練に行くね。うまいうまい。カメラで周囲の状況を確認しながら移動すれば不意な攻撃にも対応しやすく、次はモビルスーツで移動してみよう。レーダーの目的地に向かってください。そうそう、そんな感じ。移動 OK です。レーダーの使い方もバッチリみたいだね。それじゃ次は高速移動の訓練に行くね。だんだんと難しくなっていくよ。高速移動は一気に敵との距離を詰めたり離れたりできるけど、使用後に少し隙ができるから注意してね。モビルスーツには複数の兵装があるよ。切り替え操作で使用する兵装を選んでみてね。あと切り替え時には兵装が使えるまでの準備時間が、今度は兵装を扱う訓練だよ。パイロットさんの射撃の腕前はどうかな。弾数は常に注意していてね。次は
格闘攻撃の訓練ね。近接戦闘のお手並み拝見だよ。攻撃の方向や種類によって速度や威力が変わったり、命中した後の効果に違いが出たり、左右に繰り出す攻撃は隙が大きいけど相手をダウンさせる攻撃もあるから、ここぞ優秀優秀。これでモビルスーツの操縦訓練は完了です。次はパイロット訓練だよ。さすがだね。降り方には丸ボタン長押しで、モビルスーツのダメージが深刻な場合は機体が爆発する前に逃げるのも手だからね。戦場ではモビルスーツから降りる時の隙を狙われることもあるから、次はリペアツールの説明だよ。有効距離が短いからモビルスーツに接近して使ってね。戦場での修理はタイミングが重要だね。戦闘の合間とか仲間と合流できるとき、ここでの訓練は次の中継地点の制圧で最後だよ。あと少し頑張ってね。一定時間とどまれば制圧完了だよ。敵が制圧した中継地点も同じ方法で取り戻せるよ。時間はいつもより。お疲れ様。ここでの訓練はこれで終了です。次はベースキャンプを案内するね。お疲れ様。じゃあベースキャンプに帰ろっか。また会ったね。改めまして、私テンダビギン。このベースキャンプのボス、ナイトハルトの娘です。ベースキャンプ運営のお手伝いでいつもここにいるから、知りたいことあったら話しかけてね。ベースキャンプにはパイロットさんの活動に役立つ施設が盛りだくさん。しかもここではあなたの活躍に応じて報酬が支払われます。あと本当は他のパイロットさんと交流できたりもするんだけど、もう少ししたら制限も解けてまた賑やかになると思うから、他の人とお話しするのは少し待ってね。さて、初めてのベースキャンプだし、これから施設の利用訓練を受けてもらうね。最初のステップは携帯情報端末ハロについて、まずは基本中の基本。モビルスーツの出撃、モビルスーツは地上専用と宇宙専用、それぞれ1機ずつ登録できるよ。
よ、お疲れさん。地上戦と宇宙戦ではどのモビルスーツがどの戦場に最適なのか、自分なりの組み合わせ。それでは次は訓練ステップ2です。レーダーとガイドマーカーに従って報酬窓口のお父さんナイトハルトに会いに、パイロットさんに何かプレゼントがあるらしいよ。ハロー。俺が特別な報酬の受け渡しは俺が直接やることになってるから、まめに来い。お前さんには期待してるぞ。まあこれからよろしくな。こちらは物資配給局。ここでは溜まった DP を物資と交換したり、トークンを使って抽選配給にチャレンジしたりできます。よろしくです。お手持ちの DP と物資を、現在の配給物資はこちらになります。現在の配給物資はこちらになります。ベースキャンプ名物、抽選配給に挑戦ですね。それでは抽選開始です。
への物資投下をお願いします。物資投下開始。またのご利用お待ちしてます。需要確認。パイロットの皆さん、戦闘でのナビゲーションも担当させていただきますので、どうぞよろしくお願いしますね。こんな時間にお疲れ様です。Hello.
ああ。さ、受け取ってくれ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 。ま、ざっとそんなところだ。